だ続くのか。慎重に行こう。せっはっせかかってこい。番だな。今だ。いただけ。行きますね。えい。今です。遅い。私の番ね。宝箱か。
行くわよ。はっ、そこ手加減抜きで行くわよ。うまい。おー、ラテンギ今だ。ここだ、ユーラ。はい、はっ、行きますね。えい、チャンスです。遅い。行くわよ。よし。崩れた。続きます。いきますね。僕の番だな。私の番ですね。えい。さあ、覚悟してもらうぞ。崩れた。ここだ、ユーラ。はい。はあ、私の番ね。逃がさない。ファイヤー。はい。青き翼が。俺の番だな。うない。おー、ラテンギ今だ。いただき、いきますね。はっ、よーし、完成。さあ、先に進みましょう。
僕の番だな。崩れた。続きます。殺してかかるぞ。そこ強そうね。気をつけて。私の番ですね。青き翼よ、行くわよ。マイウナイ
かかったかい。逃がさない。ファイヤー！崩れ
遅い。行きますね、エイ。チャンスです。試合いっそ崩れた。いただけ。とどめだ。今のはドンピシャね。お疲れ様。お疲れ様、みんな。やっ、みんな準備はいいか。
無事にここまで来たか。
器を持つ魔人か。テスタロッサ、これの由来になっただけはあるね。厳密に言やどっちも攻防性になるんじゃねえか。まあいい獲物なら由来は何だっていいんだな。団長、戦機も気が合ってるみたいだね。まさか宿敵同士の両兵団が手を組むなんてね。最初は本気でやり合うつもりだったんだけど、マリアベルお嬢さんの提案なら仕方ないかなって。マリアベル・クロイス、ディーター元大統領の娘さん。聞いた話だと結社の幹部として迎えられたそうだけど。そうなのか。まあお前さんたち相手にさすがに気は抜けねえからな。それなりのメンツで迎えさせてもらったぜ。上等。それなりどころじゃない気がするんだが。うん、残りの二人にしたって。そうだな。シャロン、どうして。それにあの国威の人は一体。会長のおっしゃられた通りです。かつて私は結社の任務でお嬢様のお父様を訪ねました。知性の一人として結社の依頼を受け、あるものを研究していた彼を。しかし開発成果をめぐって交渉は決裂し、私はフランツ様と対峙しました。そして死闘の果て、彼を殺めてしまったのです。しかし爆発事故の現場にはフランツ様の遺体はなく、私は会長に命を救われ、名前までいただきました。会長は言われました。代償にラインフォルト家で働きなさい。期限はあの人が戻ってくるまででいいわ。本当に生きているとは会長も思ってらっしゃらなかったでしょう。ですがことここに至り、契約は完了しました。シャロンという名とお嬢様方との思い出をお返しし、視線に戻らせていただきます。シャロン。そしてあんたもここで立ちふさがるわけか。黒、いや青のジークフリード。それでいい。どちらかというと数合わせだが、せいぜい果たさせてもらおう。一度手放した姓をゲオログに拾われ、うつろな形だが、アルベリヒに繋いでもらった義理くらいはな。やっぱり司祭は分からんが、そういうからくりか。戦術リンク、嘘でしょ。あのレベルの達人たちに連携されたら。さて始めるとするか。フィー、せいぜい成長を見せてもらうぞ。妖精もだけど自然のお姉さんもよろしくね。いいよ、拾ってくれて育ててくれた証、その目で確かめて。伝説と現役最強、せいぜい届かせてもらうわ。視線、国士戦域が由来、とくとご覧あれ。七組の力、改めて見せてみるがいい。いいわ、確かめさせてもらう。その上で断言させてもらう。あなたがうちのメイドで家族だって。この前の続きだ、ジークフリード。七組の強さ、あんたに思い出させてみせる。
蹴散らすわよ。囚人代行、排除する。
だったじゃねえか、B。妖精も驚きだけど、自然のお姉さんも期待以上だね。このまま若手最強の座、シャーリーと競ってみようか。いつまでも傭兵扱いしないでちょうだい。傭兵としての力と遊撃士としての力を手に入れた。仲間たちのためにも私はもっと強くなる。やりやがる。兵器な、なんだ。ティオ主任とキータさんと連絡を取り合って開発した機体、すでに稼働テストも済ませてるわ。すごい。ティータもいつの間に。ですが私はその機体のことなど、あなたを驚かせようと思ってこっそり進めてたのよ。それがこんなことになるなんて思いもしなかったけど、でも分かったでしょ。私だっていつまでも子供じゃない。あなたと対等の人間として、家族として向き合ってもらうわ。クロウ、7組の仲間としてあなたとだって向き合ってもらう。アリサ大した短歌だ。お嬢様、本当に成長なさいましたね。リーン、みんなもここは私たちに任せなさい。すぐに追いつく。どうかお願い、私の代わりにあの人に問いただして。わかった、任せてくれ。必ずや追いつくがいい。待ってるから。どうかご分を。気があるみたい。そこだ。